ベンチワークの問題も大きかったと思います。プレス回避ほとんどできなかったっていうのはもっと難しい問題だ。あんまり計画性がないというか、この判断に任せてたバグが出た。かなり延長戦考えたと思うんですよね。伊東純也を失ったのは大きかったと。あれで2点目取る件作れたと思うんですけど、日本が疲れていくだけっていう、相手ペースにはまっていっちゃったので、板倉のチーム内の存在感ってありますね。やっぱイラン戦が象徴的なんですが、今回の大会で割とはっきりしたのは、日本代表は苦手な戦い方があると。でそれを結局のところ克服できなかったと。でイラク戦とイラン戦が非常に似ている試合だったので、簡単に言えばロングボールを蹴られると困ると。そういう相手に対しての戦い方が不慣れであるということですね。だからボールの蹴るところを抑えるか、それとも落ちるところを抑えるか、どっちかをやらなきゃいけないんだけど、イラン戦に関しては、フリーズしちゃいましたね。とりあえずどっちかの手を打たなきゃいけないのに、どっちの手も打たなかったということで、ベンチワークの問題も大きかったと思います。そうですね。ロングボールのところプラス、あとはハイプレスですかね。イラク戦よりもイラン戦の方がもっと問題になったと思うんですけど、相手にこう日本の陣内から人捕まえてこられた時にもう抜け出せなくなっちゃって、そこから運べなくなっちゃった。であれでこう日本の陣内でずっとプレーさせられる感じになったので、こう点を取りに行くチャンスというのはすごく少なくて、個人的にはロングボール以上の問題だったかなと思ってますね。ロングボールの方はなんかまだこうすればよかったっていうのは結構いっぱい浮かんできて、ベンチワークの問題だったねっていう振り返りが可能なんですけど、あのハイプレス、プレス回避ほとんどできなかったっていうのはもっと難しい問題かなとは思ってますね。途中から怖がっちゃいましたね。ロングボールを弾けない、拾われるという流れの中で、やっぱり相手のハイプレスもかかりが強くなってきて、後半特に。でその時に相手が前に出てくるってことは、前に出てくる選手の後ろが空いてますから、でそこ使えるはずなんですよね。でそこに人が入って、そこに相手がプレスしてきたら、その後ろがまた空くわけだから、その時にロングボールという選択が出てくるんだけど、どっちかというと逃げの状態、つなげるのに一回蹴っとこうみたいな感じが多くて、それを引っ掛けられるっていう。だからあんまり計画性がないというか、森田と遠藤航がボールを受け取れなくなった時点でもう相当厳しいなという感じがしました。あの2人にもう中盤出てきて、1枚だけ残してても前5人で捕まえに来たんで、遠藤と森田は完全に捕まった状態なんですけど、ああなった時に運び手がなくなるっていうのはすごく日本代表多いんですよね。で鎌田がいた時には、ここでも多分振り返ったんですけど、去年のドイツ戦の時にはプレス回避したんですよ。であの時のキープレイヤーはトップ中の鎌田だったんですよね。鎌田がサイドバックの位置まで斜めに降りてくるんで、そこまで相手なんか来れなかった、サイドバック逆に日本も入っていくしっていうところで釘付けしながら、鎌田が起点になってプレス回避してたんですけど、今回いないし、そういう動きはトップ下の久保もしてなかったので、そこのまたオプションが出てこなかったっていうのも運べなくなった一つかなとは思うんですけど、イランの圧力は強かったです。イランはもともと球際が強いチームですから、重さもあって、ただ体がつくまで攻められているとは限らないんで、前に来てるってことは必ず外せる可能性はあるわけですよ。だからそこの枠組みをしっかり作り切れてなくて、割とこの判断に任せてたっていうところの、バグが出たっていう感じですかね。久保建英が起用された時は割とそういう感じの試合になりがちかなって。鎌田、南野が先発した時よりも久保が入った時の方がすごく即興的になりやすくて、彼の動きアイデアに頼る。で久保はロスト実際多かったんですけど、打開も多かったんですよね。来た時に、さっき西部さんおっしゃったように、来たら裏が空くってところに彼フリックすごいしてて、それがうまく打開するきっかけにはなってたんですけど、そこを変えたというところで、確かに久保は危険なロストが多かったので、あの展開の中で変えるって気持ちは分からなくもないんですけど、ただ変えたことでもう本当押し込まれっぱなしになってしまったっていうところが、ちょっと打ち手としては失敗したなとは思いますね。南野と三笘をあの時間帯に出すっていうのは多分最初から決めてたことなんで、だから前半は
ボールさえキープしていればまあそんなに点が入らなくてもいいと、0-0でもいいっていう、まあ膠着状態っていうのは前回のアジア大会もそうだしワールドカップもそうだし、森保監督の基本的な戦い方ではあるんですよね。で後半に三笘入れてギア上げるというのは分かるんですが、後半にギアを上げられなかったですね。相手の方に上げられちゃって、そこはまず交代の目論みがうまくいかなかった点が一つで、もう一つは明らかに後半状況が悪くなっているのに変えなかった。でさっき言ったロングボールの出るところを抑えるか、ボールが落ちるところを抑えるか、板倉をもう集中的に狙われているのは分かっていた、前半に1枚カードをもらって、それから多分怪我の影響もあって、制裁を欠いていましたね。で冨安、まあ板倉を狙ったっていうより冨安回避したんだと思うんだけど、でそこからのこぼれ球とか あるいは入れ替わりというのが多くなってって、でもう一つはそのためのロングボールを意図的にフリーマンを作って蹴る、まあ、前半の終わり頃にもう3枚回しになってましたから、日本の、まあ、2トップのプレスに対して1人余らせるという形を取ってフリーでボールを蹴りましょう。だから長いボールを蹴らせて回収ってよく言うけど、蹴らせてるんじゃなくて蹴られている状態で、ここを抑えなきゃいけなかったと思います。でどっちも手を打てなかった。だから具体的にはもう町田を入れて後ろ3枚にするか、同時に前を3枚にして、プレスをよりかかる、あのロングボール蹴らせないっていう形を作るか、そのための選手交代があってもよかったかなと思うんですけど、まあ、とにかく何にも助ける動きがなかったですね。だからこれは前回大会の決勝のカタールに前半やられてプレスはまんなかった時と全く同じ、もうベンチが指示してはめるか撤退するかどっちかなんですよ。でも何もしなかった。ちょっとベンチワークがフリーズしてしまう癖は出たかなというふうには思いましたね。1-1だったんでかなり延長戦考えたと思うんですよね。でそういうすごい、まあ、悩ましい決断の時に 森保さんの粘り強さって、粘っちゃうみたいな粘ってそこに持ち込んでから動くっていう、その後手戦法の悪いところが出ちゃったなっていうところ、どうしてもタイミングがそうなっちゃうっていう森保さんの癖ですよね。イランも積極的に動いてこなかったんで、メンバーチェンジとかもしかしてそこも考えてきたのかなっていう気はするんですけど、まあ、僕はだからそこのところでは、まあ、町田入れるのもいいんですけど、中山を入れておけば結構いろんな問題が一気に動いたかなと思ってて、中山をこの5枚の一番左側に置いて伊藤洋輝を中の3バックに入れれば、ビルドアップの時も三笘をサポートする中山の動きっていうのは出てくるんですよね。間に入ってくれるんで、三笘に対して向こうはもうマーク来てるから、間に入るっていう中山の良さはバーレン戦で多分出てたので、それを起用すれば、まあ、ちょっと複合的に解決できたかなとは思ったんですけど、まあ、ちょっとそれが出なかったのは残念ではありますね。だから5枚にした後延長戦になった時に、じゃあ延長で取られました、もう一回行きましょうって、もう一回4枚にしていくのってなかなか難しくなるので、一度5にしたら戻しづらいぞっていう考えも思い出したのがあったかもしれないし、まあ、うん、難しいけど行くべきでしたね、あそこは。結果論だけど、三笘を左に置いて久保右でトップ下に南野で良かったんじゃないかなと思います。というのは、相手に引かれた時の日本の攻め手ってウィングのドリブルしかないんだよね。あの森田と上田綺世で縦のワンツーで取れましたけど、結構偶発的な感じはあったので、あの森田のなんかスーパー個人技みたいんで半ば無理やり突破してるんで、本来はああいうのあんまりなくて、あと久保がライン間で受けて裏で前田大然走らせるとかっていうのはありましたけど、まあ、それは割とかしうまくいってたは言ってたんだけど、やっぱ本来の強みはサイドアタック、サイド攻撃のドリブル突破のところにあるんで、そういう意味では伊東純也を失ったのは大きかったと思う。ただ久保がいたんで、久保と三笘を両サイド両翼に置いたら、もう相手は相当嫌だったと思いますね。それを後半にやるのか前半にやるのかっていうことで、前半は前田大然と、堂安でしょ、堂安が縦に突破してこないことはもうほぼほぼ分かってて、前田大然はスピード、まあ、だけっつったらあれだけど、ドリブルはあんまないと。
両翼の威力があんまりないっていうチョイスを前半にしてしまったのが、まあ、結果論ですけど、後半三笘入れてギア上げようと思ったら、まあ、相手2人疲れて道がなかったっていうことなんで、最初からやっておけば ああいう膠着状態は、意図的に作っちゃってるから買いにくいんだろうけど、前半勝負した方が結果論としては良かったかなと、2点目取っとけばよかったかなっていう感じがしますね、結局日本も尻上がりのプラン、イランも尻上がりのプランみたいな感じになっちゃって噛み合っちゃったんで、それだったら確かにおっしゃってるように前半から2点を取りに行けるようなプランの方があんまイランには良かったですね。付き合っちゃう感じになっちゃった感じ、でも前田は良かったですけどね、もともと自分たちがボールを持って押し込んでるのにそんなに点が取れなくても仕方ないっていう考え方はあんまりよろしくないというか、発展性がないような感じがするんですよね。相手に引かれたらじゃあ、まあ、もちろん崩し方考えてるんだろうけど、そこでも崩しに行くよっていうプランがまずないと、まあ膠着させて 0-0 で後半勝負かけますっていうのもあるんだけども、それある程度相手にも分かってるから、やっぱり引かれたんだったら引かれたなりに点を取るというプランを持った方がいいのかなというふうに思いました。まあ、チャンスがあるとしたらそのポゼッションフェーズというよりも前田がつっついた後ですよね。あのトランジションの時にもっと相手のゴールに迫りたかったんですけど、ちょっとアクションが遅かったなと思いますね。あれで2点目取る件作れたと思うんですけど、結構イラン後ろでのらりくらりとボール回すんですけど、そこに前田が嫌なちょっかい出しに行ってて、そこの瞬間に一気にゴールに迫れたらなとは思ったんですけど、あんまりそこまでいけなかったなって。やっぱり2点目ですね、取ってればもう全然違う感じだったと思うんですけど、でそのところの2点目があれば多分ノリモリさんも動きやすくなったんですよね。 1-0 だとなんか動いた後に終了間際の 1-1 とかで延長戦とか考えなきゃいけないけど、 2-0 ならもうはっきり逃げ切ろう、よし5枚ってすごく決断しやすくなるんですけど、まあそこはちょっとキーになったかなと思いますね。1-0 で 1-1 されたのは後半10分だったんで、またちょっと早いんですよね。これがまたもうちょっと 1-0 でいってたらそうかなって感じするけど難しい。僕はもう後半板倉が裏取られたり、2、3回あったんですよ、もう早い時間に、あの時点で変えるべきだと、変えるか板倉自身を変えるかを3枚にするか、とにかく何かフィールドを助ける動きをしないと、これどうするってなったまま選手で考えろっていうのは非常に難しいというか無理だと思いますよ、だから具体的にどうするっていうのをしっかりやって、その結果が当たるか当たらないかっていうのはあるけども、無策っていうのはやっぱりね、心理的にもストレスになるから。板倉の変化を思いましたね。やっぱ明らかに様子おかしいし、早めに変えてもよかったなって。やっぱそのロングボール狙われた時に冨安やっぱ蹴られた後にもこう彼の高速首振りでちょっと周り見るんですけど、板倉はやっぱちょっとボールに目がいっちゃうので、アズムンとかが後ろから来てて体ぶつけられそうになってるのがやっぱ気づかないんですよね。それを何度も結構3回4回あったんじゃないかな、同じようなやられ方が。やっぱそこら辺も狙われてたと思うんで、だったらまあ手打つ変えるなりシステム変えるなりってのは必要だったかなと思いますね。いや、ロングボールの出所を抑えるっていう意味で言うと、ツートップで対処するのっていうのはなかなか難しいところがあって、まあ、ワントップ、ツーシャドウみたいな、まあ、スリートップですね。3枚前線にいれば、かかりは早くなりますよね。バイアレバクーゼンとかそうじゃないですか。前で3枚で抑えるから全体もコンパクトになる。だからそこも一つはポイントだろうとは思いますし、あとは、全体にロングボールを蹴らせないようにするためには、もう少しやっぱり、ポゼッション上げないといけない。相手を攻め込んで押し込んでしまえば、ロングボールってハーフラインぐらいまでしか飛んできませんから、ほとんど脅威にならない。当然ある程度押し込んで、そこで短い距離でつないで取られてもすぐプレッシャーかけられるよっていうのは理想的な戦い方だったんですが、そこへ持っていけずに中途半端にロングボール蹴って拾われて間延びしたところというか、ラインが上げきれないところにバーンと蹴られるから、ロングボールが脅威になるんであって、その辺の戦い方はもっと整理しなきゃいけないところでしょうね。早いんですよね、縦にすごく。
あのブルパッタボールもうちょっとゆっくり攻めてほしいって中盤なり逆サイドなり思ってるところでもうポンポン縦に入れちゃうっていうところがあって、なんかインドネシア戦バーレン戦ぐらいだとそれでも全然押し切っちゃうんだけど、相手がイランぐらいになってくるとあれじゃあもうどんどん日本が疲れていくだけっていう相手のペースにはまってっちゃったので、そこの対応力は必要ですね。やっぱ、押し切れないんだなってことが分かりました。よくこれだけ親善試合10連勝とかで輝きまくっててもやっぱこういう敵には押し切れないんだなってことはよく分かりました。少なくとも全員ちゃんと揃ってるみたいな感じですよね。でその仕組みも残ってたんで、堂安も張り付い外に張ったままなんですよね。やっぱああいうところでプレス回避して運んでいくところも、まあ、成功体験としてやっぱ両ウィングはちゃんと張ったところからスタートするということだと思うので、ただどうしても堂安にそのタスクが重いというか相手にとって脅威ではないので今一つかな、そこの選手じゃないっていうののままやっちゃいましたね。やっぱわかりません、僕なら変えるか残すなら3枚にする。センターバック、あそこで手を打たなかった理由は僕に聞かれても分かりません思いつくのは変える選手への信頼がいまいちない。町田も谷口も裏結構取られているし、谷口に関してはイラク戦ですでにロングボール対応は結構良くなかったってことはもう出てるので、変える選手に対する信頼がなかったっていうのがまずあると思うんですけど、まあ、あとは実際に、まあ、ちょっと最近そんなに毎試合取材に行ってるわけじゃないんですけど、行くと板倉のチーム内の存在感ってありますね。やっぱちょっとこのメンタル的にもマネジメント的にもチームの中での中心にいる感すごい明るいんですよ。性格もで誰に対してもオープンなんで、キャラクター的にも簡単には変えづらかったっていうのも、まあ、僕が思いつくのはその2つですね。で板倉富安遠藤森田っていうのはもう結構ガチな4人なんで、まあ考え方としては町田入れて3バックっていうのが一番無難だったんじゃないですか、ね、そうですね、とにかく何らかの手は打たなきゃいけなかったと思いますよ、うん、でそれとやっぱり日本の強化プランからいってアジアカップってちょっと戦いにくい大会であるのは事実、要はつないでくるチームには強いわけですよ。で蹴ってくるチームには弱い。でも非常にそこの落差が大きいんで、そこをどうするってなった時に、じゃあ前からどんどんプレス行ってもう蹴らせもしないし、蹴らす時はもう苦し紛れになるっていう答えを用意した場合に、じゃあどうしますかって言ったら、やっぱり 70% ぐらいボール持たなきゃいけないですね。でそのための仕組みを日本が持っているかっていうと、そこまで持っていないし、そんなにハイプレスに全振りするような守り方も実はしてない。だからミドルゾーンの守備を捨ててないんですよね。それはつないでくるチームにはすごく有効なんだけど、蹴ってくるチームはミドルゾーンで待ってたってそこ吹っ飛ばしてくるわけだから、そこの日本の一番の強みっていうのは出ない。じゃあハイプレスでやるかっていうと、そこまでハイプレスで取り切るための構造というのも持っていないというところが戦いにくい理由ではあったと思いますね。でつまり日本の立ち位置っていうのはやっぱり世界のトップではないということなんですね。トップに勝てるチームではあるということは、自分たちよりちょっと弱いチームにも負ける可能性もあるっていうのがもうはっきり出ちゃったなって。これでも次のワールドカップ見据えるとすごい大変なでかい問題ですよね。48カ国出るから、今度のグループステージはコスタリカみたいなチームが2つある可能性があるんですよね。ランク的にこれかなりでかい問題がしっかり露出したなとは思いますね。やっぱ守備の方針が定まらなかったっていうところが、ハイプレスをどうするかっていうことが徹底できてない。悪く言うと中途半端、それができるメンバーもだいぶ限られてる。単純に蹴ってもいいかなっていうのは思いましたね。ああちょっと上田えげつないとこも来てますね。もうね、ザイオンにとっては厳しい大会になりましたねこれね。森保さんまだ使いそうですね。先手は打てないなこの人はっていう。あんなに状況悪いのになぜ変えなかったの、なんだ答え持ってたんだったらなんで伝達しないのって